悪い時が過ぎればワンチャンスは必ず来る。おしなべてことをなす人は必ず時の来るのを待つ。焦らず慌てず静かに時の来るのを待つ。ミスったー。時の来るのを待っていたらスキルチェックが来たね。ルインないわ。オッケー。さあやっていきやしょう。デススリンガーということで、今回はね、はい、埃だらけの首吊り縄持ってきたんですよ、私。まあ、なんでかって言ったら、埃だらけの首吊り縄、なんかね、こういうポジションになんか適当に隠れてるだけで、この人たち結構ね、見えないんですよ。っていうね、もう序盤の隠密下手すぎて、もうマップの力借りてこと思って、まあ、グレンベールに送ってもらいました。よし。もうね、まあ、毎回、その1試合でのね、その、まあ、最初に見つかっただとか、最初に釣られただとかみたいなことを、ま、嘆いてるわけなんですけども、すべての試合は繋がってる。すべて糧になっているし、あっちも発電機回してるっぽいな。一回離れようか。もうこういうとこ、ここでいいもん、なんなら。ここはダメか、さすがに。ここでよくない？近くね？めっちゃ近いっぽいんだけど、何にも見えないわ、ここ。フェイスキャンプ？なんか今あっちでドカンってなったな。あっちでドカンしてたな。発電機蹴ったということっぽい。発電機蹴り申されて行き。オッケーオッケー。マジでもう本当に待ち、いつか来るから、必ずこのパークたちが我々にとって本当に光となる時がいつか来る。もう私だけじゃない、我々にとっても、見てくれてるみんなにとっても。ああ、来てはくれないと。そう、すべてのものにとって光となる時が必ず訪れるはずなんで。めっちゃカラス飛んでたけど大丈夫か？ここ別に誰も直してないのか？直してるもんだと思ってたわ。デスリンガー、信号短いからあれだね。怖いね。ここで発電してんの。さあ、猶予状態になっていき、チェイスはどうやら行われているっぽいね。腹巻いてる。いや、行われてるだろうな、チェイス。おっと、移って行き。あれはオブセッションが変われるのか。いやー、回すしかないね。こういう時マジで発電機回ると、チェイスしてる人は本当に嬉しいから、マジでガンガン回してあげてほしい。ああ、素晴らしい回復のスピード。なりふり構うな、マジで。やれること精一杯やっていけ。いつか来るから、耐え忍ぼう。我慢の時期もそれはある。遠いね。固有とかは多分回ってないっぽいんで、誰かがいけるかなって感じだな。あ、さすがにあそこまで給油しに行くのは、違うと思うな。あそこまで救助しに行って無理やり解放を使うより、解放を腐らせてでも、こういうとこ、あそこいたね。ここでよくない？なんかもう私見えなくない？見えない感じしない？でバカすぎ。いやあれなんかやばいとこ売ってるっぽいな。救助行った方がいいかもしれないっぽいよね。救助行った方がいいっぽい説あるよね、これね。そういう時は行こう。オッケーオッケー。これで解放もあると。来たぞ俺の時代。回復すっか？あ、千君。回復すっか？オッケー、分かった。回復しよう。あ、君死だって。雪すまん、クローデット。オッケー。危ねえ。
うわー、当てんのうめえ、当てんのうめえ、やだーやだよー。あはー、オッケーオッケー、まあいいでしょう。これでその辺に、そこに釣ってくれましたら解放で、みんなの方に逃げよう。発電機こっちに固まっちゃってるからね。オッケー、ナイス回復だ。いいぞこれ。あーらよっ、ピッ、よし、さあこっち抜けよう。あっちに発電機ががっちょり固まりもしているっぽいね。あーらよっ、ピッと。さあ、あのスピードの遅いデッスリンガーで選択が君次第つけてくるってことは相当エイムに自信ありと見た。すんごいとこ来てんだけど、ここまで釣れば大丈夫だろうとか思ってたら、発電しなきゃ、爆発させてる、命取り爆発だよそれは。さあ回そう、俺も来たよ、3人で回したろう。ちょちょちょ、やばいて、回復すっか。さすがに蹴りたいんじゃないか。キョッキョッケイ、うわすげえ、降りながら当ててった、降りながら当ててったね。もう一個発電機どこなんだろうな。一回蹴りに行くかな、ガニサス蹴りに行くっぽいな。ならそこがあんたの弱点だ。さあ離れるぜ。めちゃめちゃもらいに行ってんじゃん、めちゃめちゃもらいに行っている。撃たれんなよ、撃たれてる、撃たれてるよ。ここでやられちゃダメなんだよ、ここでやられるとね。あーナイス、うわっけ、ナイス、ディサーシブ、いいね。あの人まだ余裕あるはずで、これでノーワンかどうかも見れるし、固執するの、うわー、待って、チェイス終わってたっていう、チェイス終わっとったね。ノーワンでーす、はい、ノーワンでーす。まあまあまあ、私のディサイシブストライクがまだ生きてるんで、多分ゲートもう一個あっち側だと思うんだけど、どうだろう。みんなノーワン探してるって感じかな。ゲートは寸止めされてんのかな、もうすでに。まだだぞ。さあ、フェイスキャンプの始まり。フェイスキャンプの始まり、ゲート開いてんのかな、誰もゲートっぽい動きはしてな、すごい顔に刺してくる。そんな折り方するそんな折り方するえげちい、もうえげちい煽りしてんな、えげちい煽りをしてゆき、ノーワンは見つからず、家の中に1個あったよな、あれ怪しくない。みんな出ていいぞ、みんな出ていいんだけど、ゲート開いてるよね、それだけが私心配よ。ゲート開いてる？そろそろ俺を助けに来ないとやばいんで、みんな戻れ、ゲートに戻ってくれ。そうだ、それでいい、みんなそれでいいぞ、そうだぞ、それでいいぞ、そうだぞ、それでいいぞ、みんなそれでいいぞ。大丈夫か、大丈夫じゃないか、あとは頼んだぞ、みんな出れるか、大丈夫か、頼んだぞ、あ、ナイス、出れると信じていいな、頼むぞ頼むぞ。左下ピッピッピってなれ、ピッピッピってなれ、なった、オッケー、よし、ならよし、甲斐があった、シェリル・メイソンを救った甲斐があった、成長した、また一つ、オッケー。でここでね、ここでディサイシブ解放とか生きてたらね、また話変わったんだけど、シェリル・メイソンを救ったのはでかい。オッケー。ということで、ノーワン、不死、ノーワン、不死ノーワンか。それやばすぎるな。で、イタチ選択は君次第と。まあ、不死ノーワンはでもあれだよね。不死が一番最初に見つかっちゃったら、
あんま関係ないか。あんま関係なかったでーす。よっしゃい。ということでね。やっぱルインないと発電は結構爆速で進む環境っぽいんで、ありがたいね。はい、ということで、エイムに自信に来との対戦でしたけれども、一歩成長したよ、俺。うん、やっぱ俺がいるべき意味あったね。うん、人にはそれぞれ役割ってもんがあるわ。そんなことで、次は私も含めみんなで逃げ出したいなというふうに思います。次こそ、掴み取るワンチャンス。お相手はパレでした。バイバイ。